こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。ホワイトアカデミー以外に就職留年を進める人がいないので、就職留年するのに何か知らないデメリットとかがありそうで心配です。こちらに回答していきたいと思います。結論、デメリットはありません。就職留年を進める人が他にいないのは、ほとんどの人にとって進めるメリットがないからです。大学は留年率が上がると文科省から文句を言われますし、大学の先生は学生が留年すると教務から文句を言われます。とにかく卒業してもらいたいのです。卒業した学生がどうなろうと大学には関係ないからです。就職エージェントはブラック企業でもどこでもいいから学生を就職させてマージンをもらいたいのです。学生が留年してエージェントを使わずに大手企業に入社してしまったら就職エージェントはマージンをもらえません。留年を進めるメリットがないのです。また我々ホワイトアカデミーが就職留年を進めているのは、ホワイトアカデミーに入塾するなら就職留年がおすすめだよと言っているのです。現役の時と何も変わらない状態で就職留年をして、もう一度就活をしても基本的に結果は変わらないか、むしろ現役の時よりも落ちる可能性の方が高いです。留年というマイナスの魅力がついてしまっている分、それを上回る何かが必要になるからです。就職留年して現役よりも良い結果を出すためには、誰かが手取り足取りサポートする必要があるのです。つまり就職留年を進めるのであれば、あなたの就職留年をサポートする覚悟がなければ進められません。我々ホワイトアカデミーでは、1から内定まで全てのサポートを行い、現役よりもはるかに良い結果を出す覚悟と自信、実績があるからこそ就職留年をお勧めできるのです。就職留年をサポートしてほしいという方は、ぜひ一度概要欄からホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。